い。ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イムミの館へ。いらっしゃいませ。ラクジュアリーのサロンイルミネー方へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は木々の配置にこだわった秘密基地感あふれる青屋根村に行ってみたいと思います。ということで、ご注文ご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、青屋根村に出発。はい、青屋根村に到着。お、着替えがある。夢の世界へようこそ。あなたは今、青屋根という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の青屋根の世界をご堪能遊ばせ。さあ、ってことで着替えましょうか。三つ折りソックス。セッタ。探検ズボン。茶色ハーフパンツ。どっちも結構あれなのかな。スポーティーというか、そういう感じの格好？じゃあ私はこっちの格好をしていきたいと思います。じゃーん！こんな感じで。いいね、いいね。三つ編みいいね。はい、ということで、ちょっと一軒目の家に行きましょう。なんか結構この村全体が秘密基地みたいな感じの雰囲気で、木の配置にね、すごくこだわってるらしいな。すごいね。なにこれ。ダワイ。あ、かわいい。アポロ？アポロかな。めっちゃかわいいんやけど、いいね、いいね。あ、本人おったやん。見かけない顔だな。よその村から遊びに来たのかい？あ、これってあれだな。夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜ、インスタ。インスタ？ダワイじゃない。まさかの。そしてこの、ね。この木々で鬱蒼とした場所の奥に、一軒目のこのお家。人はおらんのかな？あ、なんか、見て、空がめっちゃ紫な感じ。綺麗やんね。いないっぽいね。ってことは家の中におるかな。お邪魔します。へへ。なに？何があったの？なんかすごく荒れ果ててるんですけど、そういう感じですか？やっぱあれ？木々が鬱蒼となった場所の奥にあるから、もう人は住んでいないのだろうか。それともこの子が一人でひっそりと、占いとかするの？なんかすごい怪しげな感じ。何これ？女の子の絵？猫耳ついてない？猫耳。あたしや。あたしや。これどういう状況なんやろ？周りのは雲？雲かな？一瞬なんか、両脇、こうなんか人に支えられてというか、抱えられてというか、連れ去られよんかと思ったけど、それは違うか。すごいなんか、ね、薄暗い感じの。この子は一人で住んでるのかしら。奥の部屋へ。あ、でも奥は、あの女の子は狼に育てられた女の子なの？ほら、なんか狼のお母さんなんかな、これ。家政婦さん？なんかそんな感じのベビーシッターさんみたいな。でも大事に大事に育てられた感があるけどね。あ、これ床に、さっき置いてあった絵が、同じ絵が散らばっとる。なんかいろいろとストーリーが想像できそうな感じの。はい、そして、
2階へ。お、2階は誕生日ケーキが置いてある。女の子の誕生日やったんかな。そういうこと？目玉焼きと。で、なんかすごい工具類がね、いっぱい置いてあるんやけど。あ、床にコーヒー牛乳、なぜ？テーブルの上に置こう、テーブルの上。あ、こっちにはチョコケーキもある。なぜそんなひっそりと。あ、でまたあの上に、ね、絵があるよ。あの絵大量にあるな、誰なんやろ。ここの家の女の子ってことかな。はい、地下へ。おっと。あ、なに地下。あ、あの女の子の絵なんやろうけど、なんか猫耳生えてるね。え？なんか、天然パーマみたいになってない？あの女の子なんかな？女の子のお母さんとか。あ、猫耳って思ったけど、あれか。2階にあった、狼に育てられたみたいな。狼の一族ってこと？ここの家に住んでたのは。もしかしてこれお母さんかな？天然パーマの狼のお母さんみたいな。もしかしたら狼と人間の、なんか混血みたいな感じなんかもしれんね。もうここで一体何があったの？何かしら、いろいろと実験が行われたかのような感じやけど。何？悲しいんですが。すごく悲しいんですが。ほら、これ多分ね、猫耳じゃなくって、狼少女ってことなんよね。この女の子なんかな？これが娘で、さっきのはやっぱりお母さんとか。違うか？てか、ここの住人さんは一体どこへ？あ、いた！ほら、住人さん、白太郎。無人島、僕の記憶。何吉？タヌ吉かな。タヌ吉ではないか。無人島、僕の記憶。チロ太郎。男の子やった。女の子じゃないんやね。男の子か。なるほど。この村には、狼の一族が住んでいるらしい。なるほど。なんかちょっと、深いストーリーがあるのでは。びっくりした。何？きっちり制服着ちゃって。おや、見ない顔だね。ということはこの村は初めてかな？ヌンブブ。何ヌンブブ。夢の中だからって緊張しなくていいんだ。普段とあんまり変わらないさ。僕は普段から夢を見てるよ。覚めない夢をね。どこかの学校に通っているのかしら。ん？井戸があって。カフェ、あ、この先にカフェがあるってことかな。あ、それとも、ここがカフェなんかな、もしや。おっと？あ、ここの方ですか。マミスケさん、村長さんやね。夜空に浮かぶレモンを摘むには？夜空に浮かぶレモンというのは月のことかな。摘めないよ。なんか、壁がすごくボロい。あ、でも中は綺麗。てか、あえてかな、もしかして。あえてそういう感じの、なんていうん？こうちょっと壁をボロくしてみたりとか、こういう、鉄筋？剥き出しみたいな感じの。そういうコンセプトのお店なんかな。これはこれですごい可愛いよね。てか家具は可愛いし。いいね、いいね。あれなんかさっきさ、向こうの家にも、タケルの写真あったよね。タケルじゃなかったんかな？好きな言葉は36系、逃げるにしかず。どういう意味なんやろ。はい、右側の部屋へ。お、なんか急に、一般のお部屋的な感じになった。ここもケーキでお祝いしてる。誰のお祝いですか？
違う、なんか壁がより一層ボロボロに。より一層ボロボロに。どうしたの？はい、そして、奥の部屋へ。ん？これはなんかもしかして、誕生日のお祝いカードみたいなのを作り寄ったりして。違うかな。はい、奥の部屋へ。奥は、なんかちょっと、家具はすごく豪華そうな感じがするんだけど。壁は相変わらずボロボロだけど、なぜか家具はすごく綺麗。どうした？家具で力尽きたんかな？ちょっと家も、本体もちょっと見直そう。はい、それじゃあ、乗り越えたい。レモン積んどるやん。月に浮かぶレモンではないかもしれんけど。月に浮かぶ？夜空に浮かぶレモンではないかもしれんけど。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階急に可愛い。急にめっちゃ可愛い。そして住人さんたちの写真よね、これきっと。うさぎとネズミ、ネズミじゃない。うさぎと猫が多いんかな、この村は。あ、いいね、いいね、かわいい。てか、ハンモックってこれ、こういう感じにできるんや。めっちゃかわいいやん、カラフル。子供用って感じ。あ、そしてここに自転車と車が。カフェ。あ、鳥も多いんかな、鳥というかペンギン？ペンギン、うさぎ、猫が多いって感じかな。なるほど。はい、そして地下へ。お、地下はなんかものすごくこじんまりとしてるけど、すごい整ってる感が。周りもめっちゃ本に囲まれて、いろんな調べ物。レモンそんなに好きなんかな。ここにもレモンあるよ。どんだけだ。私もね、冷蔵庫に常にレモン汁は置いてあるけどね。実際のレモンは食べたりとかはせんけど、全く。こっち、ここのカフェは、別に狼さんたちとは関係がない。このカフェもね、村の奥深くで木々に囲まれ、ひっそりと経営しとるカフェって感じやし、向こうは向こうでね、ひっそりと狼の一族が暮らしとるっていう。動物たちとは仲がいいんかな、周りの。じゃなかったらね、すごく生きづらい感じの。でも誰も人のことを話さないんだ。まあ、そこの家では何かしら実験とかいろいろね、行われたっぽい感じやったけど、一体どういう、何が起こったんやろ。めっちゃ気になる。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、でも、実験が行われたような部屋だったり、あと入り口入ってすぐのね、ボロボロ加減やったり、まあ、何かしら、狼一族、には悲しい出来事があったんじゃないかと、勝手な予想はしとるけど。